ディーン・ドラコはアメリカのビジネスマンと起業家である。彼は2003年から2012年7月までのバラクーダネットワークスの共同創設者、社長兼最高経営責任者として最もよく知られている。彼はまた活動的なエンジェル投資家でもある。彼は理学学士をミシガン大学の電気技術科で取得し、科学修士を同科のカリフォルニア大学バークレー校で取得した。 2013年現在、ネットワークセキュリティ、ネットワークプロトコル、デジタル回路、ソフトウェア、生科学的プロセス、そしてスポーツ用品を含めた27の特許を取得している。1982年、彼の最初の会社を設立し、T ネットと呼ばれるモデムを通してメッセージを共有するのに使う広報掲示板システムを販売していた。 彼はここで得た利益を大学教育に使用した。1992年、デザインアクセラレーション株式会社を設立し、CEO として働いた。ドラコも創設者兼 CEO だった、ボルフィッシュとバロゼルを1999年にケイデンス、デザインシステムズ社に売却。ボルフィッシュは2003年にシーブリュシストムズによって買収された。2003年、現在でも、 社長兼 CEO を続けている IC マネージを設立した。2003年、バラクーダネットワークスを設立し、電子メールスパムやウィルスアプライアンス製品ラインを導入した。その他、在任中のバラクーダ製品ラインとして、ウェブフィルター、ロードバランサ、E メールアーカイブ、そしてデジタル PBXS が導入された。バラクーダネットワークスで6つの買収を実行した。 2007年には、アプリケーション制御会社ネトッキンティーム。2008年には、クラウド基盤のバックアップサービス会社、ビットリープと SSL である 3SP、SSL 及び VPN の会社。2009年には、アプリケーションの増分バックアップに対応し、P チャイに AG で株をコントロールする、オーストリアを本拠地に置く、公共企業ファイアウォール会社ヨセミテテクノロジーズと、 ソフトウェアアズ、A サービスで、クラウド基盤のウェブフィルターを扱う管理会社、プユワイアインクを買収した。バレグラインド、アパッチとフリーソフトウェアファンデーションを含むバラクーダを、経営している間に16もの異なる、オープンソースプロジェクトに貢献した。2011年にバラクーダネットワークス社は、グラスドーで2位の評価を受け、ドラコの支持率は88%であった。 ドラコは2012年7月にバラクーダネットワークスから辞任し、イーグルアイネットワークス社を立ち上げた。ただし、バラクーダの取締役会には2014年まで在籍した。辞任の際にはバラクーダネットワークスの収益性は高く、年間売り上げは数億ドルに達しており、設立当初以来30%近くの成長を成し遂げ、 顧客も15万人を上回っていた。2014年1月現在、ホーブスは、バラクーダ株式、ドラコの株式が340100万ドルの価値があると推定している。2003年、ドラコは、設計及び IP 管理、ビッグデータ解析、高性能コンピューティングスケールアウトアイ、オークラウドバースティングソフトウェアを提供する IC マネージ社の共同設立者となった。 彼は社長兼 CEO を務めている。2012年7月、クラウドサービスを基盤としたビデオ管理会社イーグルアイネットワークスを設立し、社長兼 CEO を務めた。2014年1月、イーグルアイネットワークスを公式に導入し、クラウド管理ビデオ監視システムを発表した。イーグルアイの目標は、ドロップボックスがファイル共有を革新したのと同じように、 ビデオ監視の分野において動画へのアクセスや利便性を向上させることである。ドラコには、クラウド専用に設計されたアプリケーションと、クラウドに置かれたバーチャルサーバーで実行するレガシー設計アプリケーションとの差異を強調することにより、物理的セキュリティ産業での真のクラウド化コンセプトを確立した功績がある。2015年6月、 クラウドベースの物理的アクセス管理システムのプロバイダであるブリボ社をドラコ個人が5000万ドルで買収した。ブリボはクラウドベース物理的アクセス管理システムの他にイーグルアイネットワークスのクラウド管理ビデオ監視システムも販売しているが両社は別々の組織である。ドラコは電気スポーツ社ソフトウェアプラットフォームのプロバイダドラコモーターズの共同設立者兼 CEO でもある。 ドラコモーターズは4輪を独立制御する単一ベックのオペレーティングシステムであるドラコドレボスを最初の製品として2015年8月に発表した。2016年12月、K1 に教育の家庭関与プラットフォームを提供するリビングトリを買収。この買収は数百万ドル規模の投資と表現された。リビングトリは教育者と保護者が利用できるセキュアな多言語。 コミュニティプラットフォームを展開し、エブリースチューデント先シーズアクトに定められた指針に対応している。2015年5月、クラウド基盤のワイヤレスセンサー会社となるスイフトセンサーズを設立。2016年12月にはスイフトセンサーズを正式に改良し、独自のクラウドワイヤレスセンサーシステムを発表した。スイフトセンサーズの目標は、プログラミング能力や、 技術的知識がなくても利用できる統合ソリューションを提供することによって IoT のセンサー関連アプリケーションにまつわる問題やコストを排除することである。ドレーコは取締役会長を務める。1984年、太陽エネルギーの研究でウェスティングハウスサイエンスタレントサーチのファイナリストになった。2007年、エルンストヤングによる北カリフォルニア年間。 最優秀実業家として、ネットワークとコミュニケーションの部門でその名が記された。2011年、CEO 在任中、バラクーダネットワークは、ビジネスインサイダーによる2011年、最優秀共同技術会社として2位に選ばれた。2012年、エレクトロニックデザインオートメーションコンソーシアムの会議で理事に選出された。2012年以降、 ミシガン大学顧問団として務めている。2014年、カリフォルニア大学バークレー校工学ウィークの基調講演者として選ばれた。2014年、ゴールドマンサックスの百モースとイントリギングエントレプレナーズオブ2014に選出された。2016年、ミシガン大学工学部の卒業講演者となった。ありがとうございます。